いします。おノリノリですね。まる畳大正解です。おめでとうございます。そうなんです、イグサで作られているのは畳です。イグサは畳の材料になる植物で、日本で作られているイグサのほとんどが私たちの住んでいる熊本で作られているんだそうです。すごいよね熊本ね。日本全国のお家の畳が熊本のイグサで作られている可能性が高いってことですよね。すごい、おめでとうございました。もらったかな。はい、ありがとうございます。